そしてこの国防400号まであと1本です、はい、さあレフトいった、左中間、打球伸びる、打球伸びる、どうだ、スタンドに入った、400号、国保裕樹が打ちました。区切りのホームラン、国保裕樹400本目のホームランはヤフードーム、左中間一番深いところに持っていきました。ここで出ました400号、吉田さん、はい、完璧な打球でした、はい、完璧ですね、何も言えないですね、プロ野球史上16人目の400号ホームラン、1本目は1994年7月5日北九州でのゲーム、ロッテ戦、園川投手からホームランを放って以来400本目のホームランがこの打球でした。スライダーですか、カーブですね、はい、真ん中だったですね、はい、そのボールをしっかり捉えました。